どうも、中島です。6人パックマッチ、20分一本勝負となります。まあ、50歳の誕生日。俺自身はね、特に何がどう変わったって実感は全くないですけどね、どう変わったっていう実感があるとすれば、皆様方の捉え方、やっぱり50になるとそういう面で見られるのかなというのは、あとは会社の、なんですかね、畑友人に対する、なんとか言い方悪いけど、伝えたっていうかね。まあでも、そういうものを払拭するような試合をしておけば、おのずと流れは来るでしょうし、まあ、そういう意味では、今日の若い相手ってのは良かったかなと、ある意味で、いいスタートになりましたね、50歳で東大で。まあ、良かったかどうかはね、あれですけど、でもやっぱり、若い選手がガンガン向かってくるんで、まあ、向かってくるのはもう簡単ですけどね。でも俺の本当の怖さを知った後に、果たして今日のような攻撃を俺にね、ぶつけてくることができるかな、翔太君ってところ、無鉄砲なの、結構怖いもん知らず、結構でも俺の怖さを知った時に、それが本当にね、さらにまたより以上のことを出せるかなと、今日はほんの一部しかまだ見せてないですから、彼らには非常に大きな時間あるし、俺にもまだまだ時間あると踏んでますんで、なとこですか。はい、どうもありがとうございました。